今回勝利しまして2回戦に駒を進めました。2回戦まだ、今先ほどの試合ではパク選手が勝利されましたが、やはり戦いたい選手は会見の時から変わらずというところでしょうか。そうですね、これが1ラウンドで倒していれば言いたかったのはありますけど、やっぱこのままじゃダメだなっていうふうに思うので、まあ、その名前は伏せたいなというふうに思いますね。やれる機会があるのであればやらせていただきたいですけど、このままじゃ本当に勝ち上がったメンバー誰にも勝てないなと思うので、より気合が入ったなっていうふうに思います。ありがとうございます。